はい、どうもです。今日は集まれ動物の森で遊んでいきたいと思います。 2,3 ヶ月ぶりぐらいですかね。全然つけてなくて、久しぶりにつけました。なので今見るとわかるんですけど、雑草がちょっと生えてます。だからもう怖いね。つけるのがすごい怖かったってのもありまして、一回放置しちゃうとずっと放置しちゃう癖がありました。本当申し訳ございませんでした。実は今日俺の誕生日なんですけど、誕生日にあつ森をつけるとなんか住民がお祝いしてくれるっていうことをね、視聴者さんから聞いたので、それが理由なんですけど、今久しぶりにつけました。いやでも 2,3 ヶ月放置してたさ、俺をさ、お祝いしてくれるかって言われると謎だよね。あ、しずえさん、なんか頭ついてるよ。何それ、なんか光ってか星みたいのついてるけど、大丈夫。なんだ。皆さんこんにちは。ただいまのホッケ不当の時刻は2020年8月2日日曜日の午後3時40分です。もう今日撮ってるのバレてる。かねてよりタヌキ開発は島周辺の海のおわ、え、髪めっちゃ伸びてる。こんな、いや、これ髪違うだよね、だよね、坊主だよね。びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした。髪の毛すごいことになってた。俺坊主だったのに、こんな伸びるんだ、2、3ヶ月で。おかしいだろ。俺結構伸びるの早いけど、こんな早くはないね。まあ、でも早く伸びる人はエロいらしいです。ちょっとエッチな人が髪の毛伸びやすいって、なんかアイリスの家に招待されたんですけど。え？急に？急すぎないか？なんで？ありがとう。ごめんね、全然つけてなかったのに、ごめんね。今日がうなぎの誕生日だって聞いてみんなで祝うことにしたのさ。さあさあ、ろうそくの火を吹き消してくれ。ケーキの前に立ってええだよ。だもんね。いや、ありがとう。てか、そこから始まるんですね、いきなりね。まあ、夜にな、いや、電気消したのか。吹いていいの？吹いていい？アイリス？今はうちら、ろうそくの吹き消し、吹かなきゃダメ？わかった、わかりました。でも一応ちょっと、オーロラちゃんに喋って。ちょっと今名前忘れてた。いや、可愛いでしょ。うちのオーロラ可愛いでしょ。ろうそくの火が揺れるのを見ているのムードありますけど、そろそろ絵で消してください。ちょ、テリーも。ごめん、名前間違えた。デリーだった。ちょっと、ごめんなさい、ほんとに。あつ森好きな人にマジで叩かれる。ごめん。これ、行こうとしたらどうなの？ああ、ごめん、ごめん、ごめん。消してないね。そうだよ、そうだよね。せっかく呼ばれたのにね。消します、じゃあ。行きます。ふぅ。これでいいの？おお、クラッカー！ありがとう！ありがとう！ろうそく全部消えた。ありがとう。プレゼント用意してくれたんだって。何くれるんだ？ ありがとうございます。本当に。てかもう放置してたことを言わないんだね。なかったことにしてくれてるんだね。ありがとうね。ああ、よかった。え、ゲームの時間、何？じゃじゃーん。ちょっと上の方を見ておくれよ。あれはうちらが作ったピニャータさ。ピニャータってなーに？ピニャータはあれか？飾り物とかか？星だよね？今の星がピニャータだよね？なんかゲームするって書いてあったよね。あ、これで割るのがゲームかな？あ、ピニャータは分かった分かった分かった。くす玉、これ海外か何かで流行ってるというか、なんか結構頻繁にやるっていうのを聞いたことあるんですけど、くす玉を割って、その中から物がいっぱい落ちてくる。何かが落ちてくるんですけど、これがピニャータだ。あつ森ピニャータあるんだ。これね、上にあるのを、棒で戦うんですよ。あれ、棒持ってない。ちょっと待って、棒持ってないんだけど。棒どれ？棒どれ？これ？高飛び棒でいいの？あ、違う。棒どれですか？あ、行きます、行きます。はい。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。ただ。これで、たくさん叩くのがうまくなるコツ。これ、ぐちゃぐちゃにしちゃっていいんだよね、確か。
え、行くよ。え、叩くよ。行くよ。頑張る。ありがとう。行け、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 押せ、押せ、押せ。ピニャーザで潰せ。ぶっ潰せ。ほら。全然落ちてこない。あー、いた。なにこれ。さすがうなぎだね。ありがとう。中に入ってたプレゼントは、バースデーカップケーキだ。落ちてる、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 落ちてる。地面に落ちてる。もう3秒ルールどころじゃない。落ちてる。あー、終わっちゃった。これ、いいの食べて。プレゼント。ありがとう。なんかいっぱいあったよね。あ、誰かにあげてくれってことか。わかったわかった。みんなで食べようか、じゃあ、そしたら。楽しかった。サプライズありがとう、考えてくれて。ありがとう。あとは好きなようにパーティーを楽しむ。はい。本当に、2、3ヶ月、訪れなくて申し訳ございませんでした。まさかこんなに、いいサプライズをしてくれるとは思ってもなくて、今ちょっと、心なしか涙が出てきそうな。なんかみんな楽しそう。ずっと見てるけど、みんな楽しそうにウキウキしてて、もう一回、この島をちゃんと開拓したいなって思いました。夏休み入りましたよね。まあ俺には関係ないんですけど、ちょっとこの夏休みまた島の開拓しようかなと。あとアップデートで、なんか夢見なんちゃらかんちゃらって、自分の島がね、訪れるようになるみたいな。みんなが俺の島来れるようになるみたいな。アップデートがあったじゃないですか。そこに、みんなを招待したいなと思ったので、もうちょい、開拓頑張ろうと思います。住民のみんなと、視聴者のみんなが、見てくれるので、俺はもっと頑張ります。アイリスいる？カップケーキ。うちにしては飾り、あ、そう、アイリスの家ってのがいいよね。これ、あつ森のキャラクターの中で一番アイリスに愛着が湧いてて、一番好きなんですけど、まさかアイリスちゃんの家でこんなに祝ってもらえるとは思ってませんでした。すごい嬉しい。みんな可愛い。バイバイ。ありがとうね。あ、帰るよ。じゃあね。バイバイ。また来年。いや、まさかここから始まるとは思ってなかったわ。どうなってんのこれ。今、雑草すごい生えてるよね。で、俺どこまで作ったんだっけ。あ、ジミー。ちょっとジミーのお話聞きたいな。ジミーちゃん。お話しよう。僕とお話ししよう。こんにちは。あ、うなぎくん。お帰り。ようやく戻ってきてくれたんだね。君がいない間は、心にぽっかりと穴が開いたような感覚だったよ。でもまたこうして君に会えたことを神様に感謝するヒュー。え、根に持たないんだね、やっぱり。優しい。マンドリル？マンタロウだった。うなぎ、帰ってきたのか、ウルトラ。お前が、無差別級マラソンに出てから、おいら一人で筋トレ。無差別級マラソンってなんだ？あれかな？俺20キロぐらいの離れた鎌倉？鎌倉まで走っていったんですよ、この間。それのこと言ってんのかな？リアルの話、なんで知ってんの？お前。なんで知ってんだよ。おいらてっきりお前が修行に出たと思って焦ったぞ。修行しましたね。別ゲーの某、イカちゃんのゲームで俺は出家して仕事しましたね。仕事じゃねえや。修行だわ。すごいすごい。なんか自分でさ、この布団を作ったんだけど、島ですね。島作ったんですけど、なんか自分の島なのすげえと思うわ。なんかこれスプラトゥーンのステージやぞ。すげえよ。ほら、リスポーンあるし。久しぶりに来た。やっぱここ雑草生えないんだね。マイデザイン敷いてるところは雑草生えないからいいね。綺麗だね。蝶々飛んでるしな。なんか、靴下落ちてるんだけど。なにこれ？もう誰か脱ぎ捨てて帰ったのかな？うーわ。うーわ。うーわ。部屋に虫いるぞ。え、今虫いたぞ。ゴキブリ的なのいたぞ、今。やばいぞ。本人も今、ガーン言うて。あ、おらおらおら。やだ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 。なにこれ。どうすればいいのこれ。うわー、うわー、あーやだ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 。ゴキブリ嫌い。とりあえず回収するか。引っ越したい。引っ越したい、引っ越したい。あれどうすればいいのゴキちゃん。うわーやだ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 。やだ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 。こっち来ないで。
踏みつぶすのこれ。なんか出てきた。気持ち悪い、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 気持ち悪い。やだー。やだよ。こっちは？あれ、こっち綺麗じゃん。あれ、普通に考えすぎか？なんか中央の部屋だけめちゃくちゃ汚いんだけど。どうした？あ、でももう大丈夫？あ、ゴキちゃん出てない。大丈夫だ。あ、よかった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 。いや、めっちゃびっくりしたわ。ゴキブリとか出るんだね。うわぁ！これあれだな。前に俺が誘いっぱい置いたやつだな。自分でびっくりしたわ。なんだこれ。